おはようございます、皆さん。さて、<laughs> その世紀、生き、息正気の本質は実は愛であった。その 愛を開いてみますとその中に心理善美しいことそして信仰希望愛があっただから私の体の中にはこの創造主の思いその知能その愛が現れされた遺伝子が延期配列という想像されて初めて 存在することのできる文字として入力されているところがそのプログラムはその正規愛というエネルギーを受けてスイッチオンされなければならない私たちが 病気にかかった理由はそのエネルギーエネルギーを十分受けることができずいつもそのエネルギーのこっちの愛のエネルギーが正規の光であるならば暗闇の中であまりにも長い間住んできた私人間がこの世に生きていると憎むべき時がたくさん起こります起こることがたくさん起こります 心配すべきこと恐るべきこともう汚くもう本当に嫌なもう本当に心の痛む傷つくことがよくたくさんあるのですそういうのをたくさん経験して裏切られそのようになってあまりにも長い間暗闇に に言いましただからスイッチオンにならなければならなかったのにだんだんと消えていました。だからニュースタートで言っているこのキー、命のエネルギー、正キと漢方で言っている、東洋医学で言っているキーは本来は多分同じだったはずです、私が思うには。 本来は漢方東洋医学で言っているキーも私がお話ししているその創造主の知能と愛とエネルギーこれを多分本来キーだと呼んだはずですが多分この世の中ではどうなったのかこの創造主の存在を否認しようとする傾向があるので その気がだん,だん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 だともう退化して木が何であるかと聞いたら気は気だ気運の木だから気が私たちがんこう どう定義していいか分からないその気がこの宇宙にありますが私がこの気を受けるためにはどうすればいいのでしょうか気を受けることのできる動作がありますそれを宇宙空間にある気をつかむ技術が必要です愛は ここういうふういふにして捉えることはできません愛を捉えようと思ったらどうしたらいいのでしょうか <laughs> それはうまくいきませんね。人の愛であって創造主の愛。創造主の愛をどのように捉えたらいいのでしょうか皆さんのうちに引き入れようとしたらどうすればいいのでしょうか 許さなければなりません。許さなければなりません。私が許すことはできません。その愛という創造主の球が私のうちに入ってこそ私はやがて許すことのできる力が出るのです。いわゆる許すことのできる力は理解力あるいは寛容。 ということができますその人を寛容を持って受け入れ,入れることのできる力敵を受け入れる力それが皆さんの病気を治すことのできる遺伝子をスイッチオンするエネルギーです漢方では有利子とは関わりがありません関係ありません だから漢方の病気の発生の理論と病気の治癒の理論は理論自体は当てるようです漢方は病気の原因と病気を治療するのはどうすればいいのでしょうか病気ができた理由は気が通じないので病気になったと言っています 合っています遺伝子も知らずにそういう言葉を語ってきました。本当に中国の哲学というのはもう大したものです中国の思想というのは中国の思想を皆さんが後で研究をしてみますと中国哲学が偉大な理由は中国の思想の根は聖書にあります。 でそれから気の疎通がうまくいかなかったら病気になってまた気が疎通が詰まると気が弱くなってそして気が詰まってそうなった何か昔中国の人たちは宇宙にあるそのエネルギーが私に入ってこれが うまく回ったら健康に生きることができるというそういう考えを持っていましたその思いを私が愛の本質がその機の本質が愛であるということが分かれば遺伝子と合わせて考えるとこれはちゃんと似合うのですだから私が許して人々を愛し善を施し 美しいものを私がたくさん美しいものを接するようにして美しいものをたくさん感じそして私が信仰を持ってそして希望を持って愛しながら生きる時この木が満あふれる人となり幸せになることができエンドルフィン遺伝子がスイッチオンされるので。 そして健康に生活することのできる人となるっていうのはもう理論はちゃんと合ってますところがこの木が創造主の愛であるっていうことを漢方では知らないです知りませんだから愛をこの宇宙にある創造主の木を受けるためには私が許して 理解して受け入れ肯定的になりそのようにならなければなりませんが人はそのようにするのが嫌です憎い人がいたら憎みたい本真心からそう思いますかはいそれは誰ですか死の私です 本当にもう肉みたい。肉やつを。ところが一方ではあのやつでも私が許さなければならないのにとても小さな声がまた聞こえますか聞こえませんかそれは命的な私の声でありその命的な私の声は結局誰の声ですか神の声です。サング 許してあげなさい。許す気をあなたに与える。そうですね。許す力をあなたに与えよう。そのエネルギー、あなたにはない。だから、欲しいとだけ言いなさい。で、聖書にその内容があります。求めなさい。そうすれば、与えて。 あげるだから皆さん気を受けたことがあるのかないのかを確実に皆さん自身を評価をしたいと思うならば本当に敵みたいなやつをその悪いもう女性で悪いやつといったらいいですが女性にそういう言葉を使うと少し おかしいですが韓国語ではその敵を許したことがあるのかそれが許したことがあるっていう人たくさんいます私許しました許しましたもうお金も諦めましたしかしあの人の話しないもう,もう嫌になったそれはお金とも,もらわないことになったのであ 許したのではありませんだから多くの人たちは法律的な許し、社会的な許し、道徳的な許しはたくさんします。ところが神様がの気を受けた許し、その気は霊だからそういう許しを霊的な許しと呼びます。この霊的な許しはしたことが本当に少ないです。 だから法的な許し、道徳的な許し、社会的な許し、そういう全ての許しをひっくるめて、そういう許しは霊的な許しではないので、ど,どういう許しと呼ぶことができますか憎なる許し、そういう許しは私的な私がした許しに過ぎません。なぜですか 私はもう許して、もう,も,うも,うも,うもうそのお金なくても生きれるから人が見るにもおかしいし、仕方なく面ンで対面でもう許した、道徳的な許しです。自尊心、プライドがあるので、まあ、許そうそ。 偽りの私の許しです。偽りの私が許したのは、真の許しでない、偽りの許しにすぎません。皆さんが今回、ニュースターの期間の間、もう真の許しを試みてください。真の許しが皆さんの体の中に起こります。いつですかその真のゆしをすることのできる理解力、受け入れる。 力そのそうすることのできる創造主の愛を求めてください。許しを求めてください。神様、私、この憎しみから自由になりたいです。私が講義を受けてみると、私は今、愛という正義を、息を自ら憎みながら、憎しみを持って塞いでいます。今私としてはこの 憎しみの暗闇から抜け出すことができません神様私のうちにあなたが作ってくださった命的な私のうちにあなたの愛というものすごいその息聖域を吹き込んでくださいそうすれば私は霊的な許しをすることができるでしょうそのように言ってみてください 繰り返して繰り返してみてください。そうすればある瞬間何日か過ぎてからあるいは1ヶ月かかるかもしれません。そうすればある瞬間ああなったこういうのを経験することができるはずです。ああそうだ。今これからはそのやつをもう考えても嫌になりません。その人を考えると そのような人も許すことができるように創造主のその息を受けてみたという美しい思い出として思い出されるのであって私が集めておいた3億を詐欺されたのはこれ以上。 思い起こされない奇跡のようなことを送ります。私の心に本当に悔しいそういう思いがなくなります。その時皆さんはやがて神様が何をなさる方である,であるかを知るものとなります。その時皆さんはああ私の心を完全に変えることのできる方、私の心を変えてくださる方は、 結局は私の脳細胞にある遺伝子を完全に組み替えた話です。そうであるならば私のがんも治すことのできる方も神様ではないだろうか。そうです。そうですね。だから皆さん、心を見てください。 その時皆さんは本当に完全に人となります。完全に違う人となります。皆さん、許せない人を私の心の中に一番奥く,くらいところがあります。そこに牢屋があります。そこに許せない悪いやつ、たくさん。その 囲まっていますそしてなんかすることがない時その名前のリストを見ながらこの人を引き出そうこの人を引き出せもうまた口喧嘩をしますそしてまた入れます牢屋にそれで牢屋がもう本当に大きいその暗い牢屋を 維持するのに生きが生かきかが,が本当に消耗されますそれでその人たちの顔は暗いです何か恨みがあるようで何か怒りがあるようでそうですだから皆さんの心のロイヤーをなくしたら顔が明るくなりますその中に 命の光が差すと全身が明るくなります。聖書に体が明るくなるっていう言葉ありますかありませんか体が明るい。心が明るくなるっていう言葉、私よく使いますが、聖書を見ると、あなたの体が明るくなるっていう言葉が内容があります。見てみましょうか。 聖書の勉強をすると本当に皆さん面白いです。 体の明かりは目です。それでもしあなたの目が健全ならその目が良かったら目がいいということは何でしょうか ?2.0 ですか視力そうではありません。いい目悪い目というのは同じ出来事を見て いい方向に見る目か悪い方向に見る目かそういうことですこの水の瓶の中にその半分が残っていたらあまだ半,の半分も残っているそう見る目はいい目ですでも,こもう全部飲んでこれしか残ってない これは悪い目です。わかりますかニュース担当をなさろうとしたら、どういう目とならなければなりませんかいい目とならなければなりません。なぜならば、そのいい目を通して、皆さんの体を明るくすることができる。だから、目は体のともしびだ。皆さん。 こういうのを真理と言います。こういうのを悟ったら、悟って考えたら、生きが、気運が入ります。皆さんが聖書を読んで、その心理を悟って、もう拍手したとき、遺伝子がパッパッとつきます。スイッチが。だから、もしあなたの目が健全なら、 あなたの全身が明るいがもし目が悪ければあなたの全身が暗いでしょうもう体が明るい暗いというのはそれは遺伝子がついたり消えたりすることですはい世の中にこういう言葉ありますかもう暗い体が暗い明るい これは遺伝子のを作られた方だけがすることのできる話です。だからこういう話は聖書にしかありません。科学的な話です。本当に素晴らしいことです。そうですね。さて、だから。 だからこの意気機運正気が結局は神様の心が私たちに来るだから聖書にだけこういう言葉があります正気を神様が 私はみんな土の塊です。死んだら土になります。土でもって人を作って。人を完成しました。新品テレビと同じようなものです。準備が全部されました。何だけ入ればいいんですか電気さえ入ればいいのです。そういう瞬間が聖書にありますかありませんかあります。見てください。だからこの。 生き生きそうせ神であるしは土地の地理で人を形作りその花に命の息を吹き込まれた私はもう、うん、もうこれもう ここにも真理があるということを悟りました。命の息を吹き込まれた。そこで人は生きたものとなった。消えていたテレビがパッとついたことです。それが生きた人となったという言葉です。だからその命の息がどこから来たのかを言っています。漢方ではその 生気生きはどこから来るかが分からない宇宙空間にあるものだと話していますところが聖書はこの宇宙空間にあるそのどこから来るのか神から来ると言っています皆さんがテレビであるならば例えば電気が何であるかは知らなければなりません電気知らないテレビはちょっと 無学な知恵のない存在ですね。電気が私の中に入るとき、画面に映が出て熱くなり、また音が出るんだろう。このぐらいは知らなければならないそれ。それがテレビらしいテレビです。だから人も人らしい人は何ぐらいは分からなければなりませんか命の生き、生きがなければ私は死んだものである。 その命の息が外部から続けて私に入っているが故に私は生きているのであるこのぐらい知らないと人間らしい人間ではないのではないでしょうかテレビであるならばこのテレビが電気が分かりましたそしたら電気がどこから来るぐらいは知るのがいいです電気はウルチンから来ます命の息はどこから来ますか 妄想かから来ますかそしたら本当にもう悪くなります。そしたらリーサンゴはもう競争となります。もうもう正規命の息をもらいたいならばこのマンサンというところに来なさい場所ですね地名そうしたらいけませんその命の息は神から来るのです。 だからその命の息をその鼻に吹き込んだという言葉は息がどこから出たのかを言っています息は吹き込むものである吹き込む時それはどこを通して出るのでしょうか口を通して出ます口を通して出るのが何ですか言葉です言葉は思いです石ですだから神様の意志が 思いが言葉が生きた霊である生きた生きであるそれが神様のうちにあっただから命の生きのは神から出たものであるこういうのを新約聖書で使徒ヨハネがこれを深く悟ったのですそれで何と言ってますか初めに言葉があった 神様の心がありましたが、それは神と共にあった。すなわち、これ神であった。その言葉は初めに神と共におられた。この方というのは御言葉です。この言葉を人格化しておられたといいます。言葉は思いだから、心だから。 だから人格を持っている存在です。だから万物はそのこの方によって作られた、作られたもので、この方によらずにできたものは一つもない、この方に命があった、この生き、命の生き、この命があった、この命は人の光であった、ヨハネの福音書一章の一節から四節までです。 悪く悟ったのです私は命である命という単語を人々が分からずに使っています水は私たちの命酸素が命であるとか言っていますもうもうシートベルトは命の命だもう死んだものにシートベルトやったらもう生き返ったらもう 命だろう水を飲まなければ死にます。しかし、だからといって水が命ですか水が命であるためには死んだ者に水を与えたらその生き返ったらそれは命と言えます。死んだ者に引き込んで生き戻すことのできる生きた者となるなさせるのは命の生きしかありません。生きしかありません。だから 聖書に10回を読んでみますと神様の名前を貪ってはいけないと言っていますが命という言葉は適当に使ってはいけない水は命だというのは神をその低く下ろすことですだから長い間イエス・キリストを信じているといっても水は命だと言っています それは本当によくないことです。よくわからないことです。よくわからなくて話していることです。このように命の意命に関する定義は皆さんはっきりしましたかもう確実になりました。だからもう一度。 聖書を話すとまた宗教的なものだと誤解するかもしれませんので科学的な証拠を見て次の段階にいきたいと思いますさて昨日これ見られましたねこれは魚自身の 石ではなく神の命の息を与えて遺伝子を組み替えましたそれでメスをオスにしてこの種が絶えないようにその結果生態系が続くことができるようにしてくださる方がおられるという証拠であるだから 神様が皆さんの病気を治すというのもこういう原則です。わかりますか遠くからクリックすればいいのです。私の無線のマウスですね。ククリックしたもう一つお見せしたいと思います。リスです。砂漠に住んでいる。もう 穴の中に入っているリスこれを一番おいしく食べるそのガラガラヘビーサイエンスというアメリカの雑誌ですこれはただの,その普通の雑誌ではなくて科学的なエキスだけをもう全世界で有名な大事なものだけを集めて報告するとても薄い 毎週出ますがそのページは24ページぐらいしかなりませんところが今まで驚くべき発見があったらこのように表紙に載せます一旦このガラガラヘビーが現れるとこのリスはもうどうしようもありませんもう噛まれたらもう即死です ところが何秒前にそのガラガラヘビが噛みました死にません死,ぬだ死なないだけじゃなくてこのそのリスがこのガラガラヘビを噛もうとするのでこのガラガラヘビが逃げています科学者としてこういうのを捉えてどうしてこの世の中にこういうことが起こり得るのだろうかでこのようなことが 起こるためにはどういうことが前提になるか知りまかって言いますとこの子たちももう食べなければならない今現在のスコアでいうと誰が損のように思えますか誰が損しているようですかガラガラヘビが損しているようですしかし損ではありませんこのメスのリスが 赤ちゃんを産んだならば赤ちゃんを育てるために自分も知らずして勇敢になります。皆さん、メスの熊とオスの熊が戦ったら誰が勝ちますかオ,オスの熊のが勝ちます。もう2倍以上の辛さの大きさです。決してメスの クマは決して自分がオスに勝てないことを知っていますところが子グマ、クマを自分が赤ちゃんを産んだらオスを見てわーっとしますもう勝てそうですもうリスが蛇に勝てそうですこれは何がなくなることですか恐れがなくなることですこれがですね皆さん恐れも 全部上で調節します、コントロールします。恐ろしい、私を恐ろしくする物質が脳から生産されます。それで恐れるように物質シアルコルトクン、コルリジンという物質が出ると恐れを感じます。ところが、だから 赤ちゃんを保護しようとする石がメスの意思ではなく神の石ですだからメスのクマが来てオスのクマが来てメスを殺したらいけません獅子もクマもメスが今育てているその子供を殺そうとしますなぜでしょうか自分の子を作ろうと思って自分の お母さんが赤ちゃんを育てる間は、もうオスをと近づきません、オスに近づきません。自分の子を作ろうと思っている赤ちゃんを殺したら、そのメスがもう交尾する準備ができるのです。だからもう人の 他の獅子のもうそういう赤ちゃんを殺して自分の種を伸ばそうと。で、クマもまた来ます、そういう形で。もうメスには CRH 遺伝子を神様が消します。そ,のそしたら、このメスは恐れなく、わメスがわーっと吠えたら、 オスが、もうおかしくも,もう恐れを感じるのです。神様がメスオスの c、RA、その遺伝子をつけていきます。どうして私はこんな恐れを感じる存在となったのだろうか。それで逃げていきます。それが全部熊の中に の話だけじゃなくて誰がコントロールしていますか遺伝子を作られた方が命の息を送って遺伝子を操作してコントロールして生態系のバランスを取ろうとしているのですこれもそうですこの砂漠でリスが少なくなるとリスがだん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 種が消えてしまうともう蛇の損です蛇も死にますそしら。 もう全部死にますだから神様が責任を持って生態のバランスを維持してくださらなければなりませんそうですねだからこういうことが起こるのですだからこのリスが赤ちゃんを産んだらその育てて繁殖するでしょう今日蛇に食われたらもう赤ちゃん全部死んでもう全部 そのリスも種が消えてもヘビも種が消えたらいけないだから神様は生体のバランスを取ろうとするのですヘビがシアレイチが出て逃げるのです皆さんこういうことが起こっています皆さんの体に病気が起こったということは皆さんの体の中の生体系がバランスが壊れたということです なぜでしょうか私的な私の意志が命の私の意志よりもより一層強く作用したからです。そうですね。だから皆さんが命的な自我を生かして神様の声を聞いて命の声を聞いて命の気を受けたらひとたび皆さんの体の中に破壊された生態のバランスが回復することができるということです。 私は皆さん、皆さんがもうみんな治ったらいいと思います。本当におかしいです。昔は率直に話しまして、昔は誰かが,がんにかかったと言ったら、もう本当によかった。本当です。ちょっとあの人ががんにかかったから、私ががんにかかる確率が少なくなったという、そういう。 本当に恥ずかしい思いではないでしょうか。ところが、この李三宮の私的な自我の思いです。私的な自我の思いは全部そういう思いをします。なぜならば、運が悪いとか、運だと思うから。あの人が運が悪ければ、私は相対的に、あの人が、あのやつが落ちたら私が合格する。こういう思考、愛のない。 世の中、乾いてしまった世の中。ところがこれからはがんにかかったのがもう運ではありません。それを法則です。私はがんにかかった人たちを早く治すように助けるほど私はがんにかかりません。合ってますか合ってませんかはい。 だから完全に偽りの私から真の私に続けて変,え変わっていくこれが楽しいのです昔の私を考えたらそうではありません私はそのように考えるような人ではありませんでしたいつも何かを考える時収入がいくらかそれをから計算しました今回カナダに行ってきましたが 収入一つ少しもありませんそこから来てですね来なさいと言っていくら講師料もう飛行機代最近もう油の値段石油の値段が上がってもう飛行機の値段ももう上がった昔120万ウォンで往復しているのに今は200万ウォンです それで私の家内と一緒に行こうとしていましたが向こうからあまりにもお金がないというので一人で行きました自分の予算を超過してしまって二人で行ったらそれでもう一日三食パンだけ食べてその苦労をしてそして来る時 あと後でお見せしたいと思いますがその町はもう野原市も地平線です全部麦畑小麦畑ですか私にその小さなプレゼントその小麦粉の写真忘れないでほしい。 そして私の家内のはちょっと高級なものがいいからこのぐらいのシルクのスカーフですがそこにどういうそれに小麦の絵があるその写真があるもう色もその小麦の色です昆虫はいくら探してみても出てきませんでしたそれでもそこに行って そこにいて500人ぐらい集まりましたが集まっている人たちがみんな農夫たちです麦畑でその働く人たちでその人たちがもう喜んで健康に助けとなったのであるならばそれで幸せでなければなりません昔の考え方でしたら もう話にもならない話ですもうあんな田舎に行にいてお金をくれてもいませんこういう思いの構造が変わりますさてだから皆さん皆さんの体の中にも創造主が生態系をバランスを 取ってほしいと思いますだから皆さん聖書を差し出すからといって非科学的ではないのです私がお話ししたいことは聖書が本当に科学的な本であるということです だから私は聖書に関する科学的な信仰を持つようになったものですただ宗教的に信じているもういい言葉でこういうレベルで信じているのではなくてこれはもう聖書は科学的にも真実だ間違いないと思っているのですだとしたら命のきさえあればいいのかどうそれならば そしたらどうして私はこのように集まってニュースタートをしているのでしょうかその理由を知らなければなりませんなぜなんでしょうかニュースど,うしどうしてニュースタートというのをするのかどうしてするのか命の息さえ受けたらいいの,かいいのではないだろうかそうですねもう白いご飯食べて LA のカルビ食べて 3枚肉食べて、もうそういう食べて、息さえ受けたらいいのではないだろうか。しかし、そうなりません。行動が合いません。行動そのものが合いません。食べ物は偽りの私が食べたい放題食べて、命の息はまことの私が受ける。それを話にならないことです。そうですね。 誠の私が食べて私が命の息を受けて誠の私が運動してそして偽りの私の勢力が弱くなり偽りの私も誠の私に感動を受けてだん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 近づいて一致する生活がニュースターとの生活ですさて どうしてニュースサトをするのかそれを科学的にその分析をして理解しなければなりません。ここに 豆が一粒あります豆で一番大事な部分はどこでしょうか目です。目は何でしょうか目は目、見える目ではないですね。命です。今まで教えたのにまた <laughs> あれが命の息ですか 命は木です。それではあなたはあれは何でしょうか？あれを通して。息を受けます。あ、そこを通して息を受けたらどうなりますか？芽が出ます。あそこは。豆が？育って。花を咲いて実が実って一粒の豆が水。 の豆となるその育て繁殖する遺伝子が入っています。だからあれは生命体であって生命ではありません。命ではありません。区別をしなければなりません。私はカエル一匹も殺して何をしますか命を殺した。命それはテレビを消して 何を殺した電気を殺したというのと同じで電気は死にません命は死にません何を破壊されますか生命体は破壊されます滅びます電気製品が破壊されたのであって電気が死んだのではありませんそうですねこれは大事な話ですだから人が死んでも命はそのままあります なぜでしょうかその命は神様から来るものだからです。だから人が生きているのが神様の生きた霊、御言葉ばを履いて住んでいるので,で、私の魂があって住んでいるので、生きているのではないということを皆さん知らなければなりません。人が 命が分からないので命の代わりに私の中に何かが入っているので私が生きているそれを魂と呼ぼうと決めたのですだから皆さん魂があると思う時ミコが存在し得ますミコは何とその死んだ魂と対話します かかりますかそれは偽りのレベルの話です。聖書は私たちに私たちの命が何であると言っていますか神の愛であると教えている本です。だから魂だと思っている人を悟らそうと。だから魂があると思ったら皆さんいろんな弊害が起こります。死んだ者が霊になってこう。 だから死んだものが来て生きたものが生き,たものを生きているものをもうちゃんと生きれ,られないよに平穏な家庭を死んだものがもう本当にめちゃくちゃにします例えばこの3人がとても仲のいい姉妹だと言いましょうとても仲がいいお母さんがお金がありましたが 一人に5000万ウォンずつ行きました死にました本当に仲良かったですところがお母さんの魂がある日この人に来ましたキョンペイヨはいお母さんお母さん何ということですか こういうこと起こりますかはい、キョ私が一億を隠しておいたけど、それを揺らが持っていた。そうしたら、このキ平は誰に話さざるを得ませんか ユニに話さざるを得ません。お姉さん、ユラが1億を飲み込んだ。もう中がもうめちゃくちゃになります。これが世の中です。世の中にこういうことが起こるのは大体こういう理由からです。そうでなければお母さんが現れないで、普通あるのはお母さんの まあ魂いわゆる魂がその悪霊がキョンペンにお母さんが一億あったじゃないのそういう思いを吹き込みますそのようになってこの魂霊というのが存在します存在してその魂がまるで人間の命であるかのようにそのように 作用すすするのです働いていてますだから教会に行くと変な証しをします。病気にかかって何か手術をして心臓が止まりました。その瞬間魂が抜けて天井で見ると医者たちが何していますか心臓が止まっているので人工呼吸をしていました。それで もう今苦労しなさいと言って魂は誰について行きましたがもうもう真っ暗いトンネルを通り抜けて行くともう本当に明るいところに行くとそこが天国だった魂が行ってきたという話たくさん聞きました本人も出ています皆さんそれ聖書と違います しかし、人たちが多くの人たちがそれを信じます。行ってみると、ペテロがイエス様の弟子です。ペテロがその本、そのノートを持って、調布を持って、あなたは、あなたがリ・サングかそうか。生年月日はいつか。 43年5月13日生まれです。そうか。産後連れてきた。あなた、謝って連れてきた。43年生じゃなくて、5月13日を会っていますが、会っているけど、39年生まれのものを連れてこなければならないのに、謝って連れてきた。と、天使に。だから、 すまないけど戻って39年生まれの5月13日生まれのリーサンゴを連れてきなさいそしてリーサンゴはまたついていきましたそれで病院に行きますと病院でまだこう医者さんお医者がそうしているそれで殻の中にまた入ると心臓が鼓動を始めましたこれはですね神様の 意思御言葉であるこ言葉が命であることを完全に曲げるためにその取り出す偽りの勢力の遊びです。サタンの遊びです。皆さんそれを知らなければなりません。聖書の真理は神様の口から出る神様の御言葉が命です。 これ,これから生きていくにおいてとても重要な話ですだからですねこの世の中は今の世の中はこの霊が支配している悪霊が支配している世の中に変わっていています実は本当は誰が支配していますか巫女が支配していますもう国会議員選挙みんなお金ある人はた財閥 最終決定するとき誰に見てもみんなミコに行って聞いていますレーガン大統領もミコを呼んでどのように決定したらいいのだろうか皆さんこういう世の中になっています偽りの私が支配するだから皆さん私は今回 カナダでテレビ、CNN を見ていますと、最近は子供たちが悪霊に取り憑かれた子たちがたくさんいます。だから、その子供たちが死んだもをと対話をし、死んだものの魂が来て、子供たちと対話し,て会話していました。そうしながら、だん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 と、純粋な時は楽しい話だけをしていきます。しかし、対話する時は、 誰が現れますか子供が好きな人、おばあちゃん。しかしところで、そのおばあちゃんは、おばあちゃんを装った悪霊です。で漢字が、聖書的な思想を持っていますが、その漢字で悪魔の鬼の霊。 というのですでだから、天において、サタンが戦争を起こして、天使たちが3分の一がサタンにしたった、その悪の天使たちが称しているようなものです。だから、皆さん、そこに騙されてはいけません。見てください、皆さん。天国で、生年月ピが、誤っても、送り返す。 こういうのを信じる自体がどれほど幼稚っぽいことでしょうか幼稚なことでしょうか人々もコンピューターで正確なのになんか調布を持ってそういうのを皆さん幼稚な信仰を皆さんしないでほしいと思います信仰しても心理的に命的にさて あの目の中に遺伝子たちが入っています。遺伝子が命の息を受けますと、豆は育て繁殖します。そのプログラム、その目の中に入,る入っているプログラムを生育プログラムと言います。生育繁盛、成長プログラム。 最初の命の息がパッパッパッと来たらこの豆にその根を下ろす遺伝子がそのついてまた2番目にちちちっといったらその葉っぱが出て茎が出てそして枝が出ます一番遺伝子2番の遺伝子 3分の茎の遺伝子、その枝の遺伝子、その次、5番目は葉っぱが出ます。5番,5番遺伝子。そして6番目は何が咲きますか花が咲きます。花が咲いて、それから7番目。 このように豆がなるのですだから1番から7番目までの遺伝子が順番通りタイミングに合わせて命の息を受けなければなりませんそうですねそうするともともと主がその目の中に入力しておいたもう生育成長プログラムがやがてやがて、うん 完成すするのですところがこのようになるためにこの生育成長するためにはこのプログラムが完全になるためには基本的な条件が必要です条件がその準備用意されなければなりません豆をもうその ポケットの中に入れておいたらそうなりません神様が豆がもうポケットにあるか机の上にあるか土の中に埋まっているのか分かります。それで命の息を送る時送るのです。私は幼い時これを知らずしてどうして豆は土に埋めたら芽が出て。 ポケットに入れたらどうして芽が出ないのかもうおかしくてしょうがありませんでしたそれだその豆自体が自ら地にあるかポケットの中に知っているようです驚くべき話ですその疑問が今分かったのです命の息を創造主が分かってそして総合主が作って 遺伝子が分かると全てがもう雲が晴れるように完全に答えが出ましたさてそしたら基本的な条件として最初第一何が必要ですか地に埋めなければなりません地に埋めたら何のために栄養を 受けなければなりません。ニュー i t ションと言います。英語では。もう、地に与えたからで、もうそれでいいのではありません。水がいります。water。太陽がなければなりません。太陽がなければもう腐ってしまいます。 日光です。サンライト。栄養、水、もう水たくさんあれば、これは臭くなります。適当になければなりません。これは節制です。適当に。先生ここで食事してみると、朝の食事がよく出ますね。夕食はよく出ると思ったら、 少しみすぼらしいですね。昨日もサンドイッチ。それが本当に食べる方法です。朝、昼をよく食べて、夕食はできるだけ簡単に食べるようになっています。 昔は誰か朝食事しましな,けしない方が健康だ。これ完全に知らない話です。その人を、人々がその人を信じているのか、その人は知ってみると医者でもないのに。皆さん、だから夕食は簡単にして、夜よく寝て、朝起きて、十分に食べなければなりません。それが私たちの 生理的サイクルと合います。朝太陽を昇ったら私の体が活発になりますか？なりますがその時水と栄養素が入らなければならないのにどうして朝もう食べない方がいいっていうのを信じているのか。だから節制は英語では temperance と言います。それから。 空気が必要です真空の状態では豆は芽を出すことができません空気、エアです英語でだから豆は生育成長のプログラムが創造集が入力したプログラムは全部活発にその働くためには5つの基本的な条件が必要です 英語で、アルファベットで言うと、ヌースター。で、豆はヌースター。とする必要はなく、ヌースターだけすればいいです。基本条件を太陽を取り除きましょう。太陽を取り除いて、地に埋めません。そしたら豆はどうなりますか 豆は豆もやしになります。もう豆も身を実らす、そういう遺伝子全部あってもいろんな生きたその息を吹き込んでもそれがなりません。もう葉っぱが出ても太陽がないのでそう必要がないので。 必要なだけの遺伝子をスイッチオンして最大限になっても豆もやしになるのです。こういう現象は動物にも起こります。動物は見てみましょう。動物は4つの足を持って歩くので運動が必要です。運動はエクササイズです。皆さんここに来てもう運動がもう 難しいです。ニュースタートは森があるところが良さそうです。ニュースタートセンターを計画しているヘンソンという山奥置くアンフンというところをご存知ですかアン,ンから少し入って山に行ってヨンルというところに行けばヨンワルは山を越えてみるとカン面があります。 チチ一番奥にチュチョン岩がありますがそこに入ると川辺に高い丘がありますその力その一番下にも川が見えます岩も見えますそこにセンターのところはそこでしょうそれ海辺にもう散策路がもう もういもう真夏でも陰あるもう木のトンネルの中を散策するところですが本当にそこが思い出されますが運動をした方が健康にいいじゃなくて運動は遺伝子をつけてくれる必需品です。だからら皆さんいくら健康食し,して 水を飲んでいくらやっても運動をしなければスイッチオンになるべき遺伝子がつきません運動しません本当に人たちが実は毎日毎日運動するということは本当の決心を要求するようです私も毎日毎日していますが毎日毎日したくありません 運動に入る前は今日はまはちょっとパスしようかしかし一旦出て5分過ぎたらああよく運動に出たと運動しに出たそういうところを超えて勝利するものとならなければなりません。最初そこを 通ることはできなくて、運動しません。そしたら遺伝子がよく、水中になりません。この運動が基本条件なので。運動をたくさんしますと、疲れたりするので。休息が必要です。休息はレストです。もう豆はニュースター。すればいいですが、動物は。ニュースターまでしなければなりません。 これだけすれば動物はいいのです。だから動物は運動ができないように動物院に入れたらどうなりますか生育繁殖をしません。もう,もうオスの獅子が、もうメス、美しいメスの獅子を見ても何の思いもありません。動物園の園の, <laughs> の中で。 赤ちゃんを産んでももうどうせ私のみたいになるからその生育を繁殖するところとならないのも神様も知っていてねだから私たちをそれをわざと人工受精してですねもう赤ちゃんを産ませますそして産んだら本能的にそのその 動物園では本能的にそう与えません殺そうと申します生育成長繁殖の遺伝子が消えてしまいました母性本能の遺伝子が消えてしまいました皆さん韓国にも今母性本能が消えてしまった生育本職繁殖の遺伝子が消えてしまった 若い男女が多いです。だから韓国の若い者だ。世界どの国よりも出産率が最も低いです。もう目に見るほど似てるぐらいじゃなくて最低が日本、ドイツ、イギリス、アメリカは高いです。アメリカはもう子供が好きです。アメリカ人。離婚しても。 何にでも子供の子供を自分のものにしようと思ったら裁判しのことです。韓国では子供を相手に渡そうと思って裁判します。これが基本条件が整ってない。この社会がそのアパートを整アパートをして運動する必要はありません。いつも車に乗って乗っているのでもう空気悪いし水飲まないし。 もう健康食いつも三枚肉とかもう辛いとまたビール飲んでもタバこ吸ったりするので条件が合いますか合いませんかこれでは赤ちゃん産んでもこれも希望がありませんだからもう赤ちゃん産む思いさえしないし 赤ちゃんを産んでも流産をよくしますし条件が合いませんそして出ても危険児がたくさん出ますこのように本当にもう情けない時代ですこのニュースハートを理解しなければならない時代となりました今人たちが正常の生活をしていると思っている人たちが みんなが病気にかかるような生活をしています。だから私みたいな人は友達に会っても、同窓生を言っても少しおかしなやつです。私に言います。私はどうして健康そうに見えるか。病気ないのかない。薬飲まないのか飲まない。本当に薬飲まないのか飲まない。このやつ変なやつだと言います。自分たちで。最近は 病気しないのがおかしいですそういう社会となりましたそれでどう何と言っていますかまたまたもう,もう変な生き方しているから今正常に生きようと思ったら少し変な生き方をしなければなりません その変な生き方をするのがニュースタートをすることです。皆さん、これからは正常とならなければなりません。例外とならなければなりません。さて、だからですね、この基本的な条件を取り除いたらいけません。それから人間には、あるいは動物ですが、動物はニュースター。人間は何まで入りますかもう一つ必要です。人間は 信頼というものが必要です。Trust です。なぜ人間は動物と違うのでしょうか社会の活動をしているからですか人間は動物と違って選択の自由があります。私は健康で 健康でいようと選択することができます。選択をするためには講義を聞いてみると、このニュースサートは正しい。だから私はこのニュースサートを信頼する。信頼するとき、選択することができるじゃないですか。信頼もしないのに、どうして選択することができるでしょうか。人間には信仰が必要です。私はいくらここで熱心に講義をしても、皆さんがそこに座って、 もううるさいな。といったら、皆さんの遺伝子、決してスイッチオンになりません。信頼が必要です。わかりますかだから人間には信頼、信仰が必要なのです。だから人間にはニュースタートという基本的な条件を提示するとき、差し出すとき、創造主が 想像するとき入力しておいたすべての生命プログラムが全部完璧につけることがスイッチオンすることができるのですそれで私がニュースタートをしているのです水が薬だから玄米が薬だから飲んだり食べたり食事療法をしようとするのではなくニュースタートは 生きた命の息の両方するものですがその命の息の両方よくちゃんとするためにはニュースタートが必要であってするのであってニュースタート水とかなんか食べ物で治そうとするのではないということを皆さんはっきり知らなければなりませんだから皆さんどんな病気に皆さんかかっていても命の息とニュースタートこのニュースタートの基本的な条件です Basic 基本的な条件です基本に整えられている条件この建設業者はアパート大きいアパートを建てる建設業者は基本条件を整えるとき家を建てることができますアパートを100建てようと思ったら もう地の下に全部基本条件を整えなければなりません。その,きその建設業者は地下に基本的に備えるべきものをインプラと言います。インプラだから私、ニュースターとは何と何がなければなりませんかニュースターとは結局は命の息。 命の生きと正規とプラスインプラインフラですね F ですねインフラこれから私は正規とインフラという言葉をよく使うはずです皆さんが私にどういう質問をしても答えは命の生きと正規と インフラを用意してください準備しててくくだだささいい準備分かりますか皆さんが正規とインフラをから逃れて、他病気を治そうと思ったらいけません。皆さん、遺伝子に問題が起こったので、遺伝子を回復させるためには、命の息が必要であり、私にはインフラを用意しなければなりません。 この正規とインフラでニュースタートで皆さん、勝利する皆さんとなってほしいと思います。